いや、そこだけ見ないし、そこだけ触らないから、他どこ触っていいかな。どこだったら触っていい。こんにちは、エルビアン TV。エルビアン TV のレイアンとゆです。今日は久しぶりにカップルのラブラブ事情を話していきたいと思います。イエーイ。交際4年目、同棲4年目になって最近ね、話してなくて、 DM の相談とかでマネリに悩んでますとか、2人はどんな風にそういう問題って片付けてますかとか、周りから相談をいただくので、今日はね、もう同じぐらいの交際歴の人とか過去の話とかもちょっとして、皆さんのね、参考になればなと思います。話しちゃうんですか。話しちゃいますよ。でもさ、こう見えてマジでうちらってラブラブの方だと思う。自分らで言うのもあれだけど、これ見て、視聴者さんからもらったスヌーピー、私の抱き枕です。抱き枕、はい、抱き枕はこっち。抱き枕は私。視聴者さんからいろいろ質問をね、いただいたので、それをもとにね、話していきたいなと思います、うん、ではレッツスタート。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。なんか最近さ、マジこういう話全然してなくない？あんましてなかったね。うん、交際2年、彼女が太ったからしたくないと言ってここ3ヶ月ほどしてません、私は彼女の体型を気にしていないのに、やっぱり相手の気持ちに寄り添って雰囲気を持っていったりしない方がいいのでしょうか。なんかしたくない人、体型って難しいよね。あ、でもなんかすっごい気持ちわかる。私もしたいけど、最近結構太っちゃったとかね、いろいろあってコンプレックスもあるから、いざやるってなるとちょっとなんかちょっと気まずいっていうか、自分の中にちょっと嫌な気持ちが出たりするわけ。あんまこれゆうちゃんに話したことないんだけど、うん、嫌な気持ちになる時もあるわけ。見られる云々っていうか、自分の気持ち的に無理みたいな。心から楽しめないのかもしれないね、意識がさ、そっちに行っちゃって。2キロ痩せたらじゃあホテルに行こうよ、久しぶりに非日常的なものを味わおうよとかっていう風に提案したりとかして、寄り添ってあげた方が、でもどうしても我慢できないなら自分の気持ちも言った方がいいと思う。私はね、例えばちょっとやってみて。太っちゃった、恥ずかしい、見せたくない。じゃあそこだけ見ないし、そこだけ触らないから、他どこ触っていいかな。どこだったら触っていい。ここ。じゃあここにこうチューできる。あ、そうです。レスになりませんか。もうすぐ5年なんですけど、レスです。そうですね、レスです。なんかゆうちゃんはなんかレスの定義とかのちょっとあんま好きじゃないみたいで、なんかレスって言うなとか言うんですけど、レスです。でもなんかそこまで多分相手はない方だと思う。なんかレスとか言ってるけど、言うてこう1年とかしてないとかってわけではなくて、私数ヶ月に1回とか、まあ1ヶ月に1回とかなっちゃったりぐらいなんだけど、私カホアイ全く同じ働き方で、そうね、ライフスタイル、生活の仕方なの。同棲してて仕事も一緒、本当に。でうちらもまあそれ、ほぼそれ。聞きたい、いろいろ、いろいろ知りたいし、いろいろ気になるし、家族になるってみたいな。確かに。でもね、それね、私愛理ちゃんと話したいと思って、とある企画をね準備してるんで、それを楽しみにしてください。とりあえずレスにはなるけど、別にレスって悪いことじゃないよ。チャンネル登録しておくれ。はい。やっぱりマンネリ化しますか。します。します。これは言えますね。でもみんな言ってるな、なんか長く付き合ってるカップルとかによく聞くけど、みんなマンネリしてるけど、それが嫌なわけでもないし、別にいいみたいな、そうまでいいけど、マンネリはしてるんですよ。マンネリしてる時ってみんなさ、アドバイスでさ、場所変えればとかって言うじゃん。正味場所変わっても人変わってないんだから、マンネリはすると思うのよ。あー、スーパートイを導入するか、見ない、もう見ない、見ないが一番だと思う。隠せ。あとはもうこれ良くないと思う、マジ良くないと思うけど、いいカップル限定だけど第三者見れるとか、そういうサービスをしてる人に頼みましょうね。きっかけみたいなものはありますか。きっかけはね、どっちかが村田さんを呼んだ時かな。私呼んでない、勝手に出てくるな。あんたの村田勝手に出てくるな。そう、時たまいきなり出てきたりする。じゃあ唐突に来るんだね。じゃあない、最近村田さん3ヶ月休暇取ってる、もしかして。なんか不思議なタイミングで来たりするわけ、うん、来たってなったら、もうその流れでそうなりたい。でも2人ってそういう大人な恋愛映画とかを見るのもいいかもね。しなかった期間で最長は何日ぐらいですか。 2,3 ヶ月、うん、かな。はい。ビッグトイは使ってますか。私は、トイを使ってます。大人の掃除機。あ、そう、掃除機ですね。私が使ってるスーパートイは、付き合って5年目になる彼女がいるのですが、夜の運動会20分くらいなので、これは普通ですか。もう付き合いたてでめっちゃいいみたいな感じの、この3ヶ月、付き合い3ヶ月とか半年とかは、もう本当にね、ロングタイムだと思うけど、時間は
あんまり大事じゃなくて中身が大事だと思います。え、嘘でしょ、ってモテてるの変態すぎて彼女に惹かれそうです。お二人はそういう時ってありましたか？あると思う。ある。私だって未だに全てはさらけ出してないもんだって。あ、そうなの。いろんな部分さらけ出してるのに。そう、いろんな部分さらけ出してるけど全ては多分出してないと思う。奥底にしまってある。れいちゃんがね、いろいろね過去に発言したことがあるんだけど、うん、そういうちょっと過激なの、うん、それ聞いた時にビビった。それはビデオの世界だけですか、実際にしたことってありますか。ビデオだけの世界だと思ってたんですよ。で、前の質問コーナー、初期の頃の質問コーナーでそんなんしませんよみたいなことを言ったんだけど、実際に、コメント欄とかで実際したことあって実際にそれが好きですっていうカップルさんもいたので、実際にしてる方はいます。ただ私たちはしないです。私の友達とかも聞いたことないかも。同棲で記念日サプライズできますか？できますよ。あ、できるできる、うん、お互いに気分を上げるために心がけていることは？筋トレじゃないの。私は村田さんが元気になるようなことを考えてます。チャンネル登録しておくれ。レストお聞きしましたが、逆に欲はありますか？あります。欲はめっちゃあるかって言われると、めっちゃはない。こちらは、ノンセクシュアルではないので、うん、全然そういう恋はできるし、そういう欲も普通にあります。舐めるのって抵抗ありますか？これまあ正直に言おう、うん、いくよ、うん、せーの、ある。私は単純にやり慣れてないっていうの。今まで付き合ってきた人全員攻めの人だったし、なんか自分があんまりこう相手にサービスすることがなかったのよ、うん、なかったからあんまり得意じゃない。あ、毛が無理一生懸命かき分ければできるかも潔癖が加速してて。あ、そうね。なんか自分に一番近い、だからこう、あ、なるほどね、自分とすごい距離が近いって感じがする。倦怠期はありましたか？ありました。まあ、2年半ぐらいの時かな。3ヶ月目。3ヶ月目もそうだし、でも3ヶ月目は倦怠期というよりかは別れだね。別れの日、破局期で破局だよ、ね、2年半目ぐらいからちょっとじわじわ倦怠期みたいなの来たけど、3年目ちょっと抜けてきたあたりからちょっと吹っ切ってきたのは一瞬もあって、不思議なことにですよ、あのこの子倦怠期とかゆうちゃんのことあんま好きじゃなくなってる今時期っていうのを私に言ってくるんですよ。おかしいです。正直なの私、あの全く ないよ。もう言わなくなった。3年思わなくなったな。3年過ぎたぐらいから思わなくなった。もう多分ないね。ないなくなった。そう、もう一切言わなくなった、はい、不思議なことに。なんで、え、なんかなくなったの本当に。誘う時の仕方、誘う時はやっぱ可愛い下着とかつけたりとか、あとはそういうドラマとかをプレイリストに入れてなんかさりげなくつけてみたりとかみたいな、そういうこととかをよくしてたかな。私ね、いい匂いするのいいと思う。匂い、あー大事。匂いだってさ、こうさ、こう甘えてきてさ、頭皮めっちゃ臭かったら嫌じゃない。嫌だ。同じ匂いだとそういう風になりにくい。なんかね、誰かのカップルさんの倦怠期脱会みたいなところで見たのがあったんだけど、家族もみんなさ同じ柔軟剤とかを使ってるから同じ匂いじゃない、うん、なんかそれってあんまり良くないみたいで、こう家族感が増しちゃうんだと思う。でもさ、知らない人とかさ、ワンナイトの人とかさ、付き合いたての人って自分と違う匂いがするからなんかドキドキするじゃない、はいはいはい、好きな匂いだったら、うん、はい、営みの平均時間どれぐらいですか？30分前後です、マンネリしてくると思うんですが、場所を変えたりやり方をしたり工夫はしてますか？はい、してます。たまにホテルに行きます。はい、ぶっちゃけ自分たちはマンネリ解消したい、このままお互い本音トークしてほしいかな。マンネリは解消したいってずっと話してた時があって、まあ、月に1回ね場所変えてみようとか話したけど、うん、まあ、結局はお互いなんか居心地よくなっちゃって、してなくてもなんか別に平気みたいな時期もあるし、逆に私が唐突に不安になってくる時もあるわけよ。女の子みんなあるっしょそれ。なんか相手から求められない時に一瞬回って、最初は平気だったし自分もそれで居心地よくて別にいいやってほっといたものが、ある時いきなりパッて思い出してなんか焦ってくるみたいな。でも別に一旦このままでも別にいいけど、まあなんか3年後ぐらいにまた復活してくれればいいなと思って。そう、なんかね、なんか人生長いからね、今じゃなくては別に復活はするかなと思ってるよ。おもちゃだけで、終わらすことありますか？ありません。ない。付き合っていつ頃から頻度が少なくなりましたか？付き合って2年までは、相手も2日に1回かな。でもほぼ毎日の時もあったから。そんなにしてた。でも3年目からマジで極端に減ってきて、1週間に1回とか3日に1回とかずつどんどん伸びてって、使いすぎたんだね。使いすぎた最初に、うん、彼女に、村田さんが来る瞬間は最新版教えてよ。最新版聞きたい。
チューしてる時かな。でもそれもなんか長い時はやっぱり村田さん来やすいかも。リーちゃんが拗ねてた時とかも。キャットは絶対しなきゃダメですか？絶対じゃないと思うよ。ね、でもしたいって人もいるから、お互いのいい具合にね着地するというね。したい人としたくない人、じゃあここまではしようねとか、ふとしたいって思う瞬間や仕草ってある？なんだろう、やっぱ甘えてる時かな、ゆうちゃんが。泣いてる時なんかおかしいんだよね、やっぱこの人って。めっちゃ変なこと気になったんですけど、いたす時ってワンちゃんって邪魔したりしてこないんですか？終わったぐらいに来るんだよね、うちの子。でもたまにやっぱ子供だから、こうちょっとやっぱ遊んでほしい気持ちとかね、かまってほしい気持ちが強い時は邪魔してくる時もある。上に乗ってたりね。ああそうね、佇んでたりするわけよ。はい、相手が同性で良かったこと、場所知ってることとか。全部いい、全部いいよね。レスが続くと誘うの怖くなりませんか？自分はしたいと思ってるけど彼女がしなくてもいい人なので。でもなんか断られ続けたら私は多分誘わなくなる。なんか無の境地にさ達すって言ってなかった？なんかさ、こうレスって何段階かあるみたいで、アイタム先生が教えてくれたんだけど、怒るんだって。まずなんでしてくれないの、なんでこんな思いさせるのって怒って、なんで私のことこんな寂しくさせるのって、なんで私のことをこうやって扱うのってさ、悲しい気持ちになるんだって。でその次が無感情で何も思わなくなるんだって。でその後一番最悪で嫌悪感っていう無理っていう感情が出てくるんだって。だから最初はしたくて怒ってたけど、そのうち無の感情を通り過ぎると、触られたくない、キスしたくない、触ってほしくない、気持ち悪いみたいな、なんかそういう嫌な感情に変わっちゃうらしくて、無の感情を通り過ぎたら結構やばいかも。2人はアブノーマルな行為ってしますか？その様々ね、ちょっと書いてあったんですけど、したりとは思ってる。ここに書いてあるアブノーマルって書いてあること、うちはアブノーマルと思ってなかったです。アブノーマルってなんかもっともっとやばいことだと思う。はい、ということで今回は、皆さんのそういった質問を答えていきました。いかがだったでしょうか？いかがだったでしょうか？私たちもね、まだ言って4年半なんで模索してます、実際に。だから日々こう更新されていくし、今こうやってるけど、もしかしたら1ヶ月後から毎日フィーバーが来るかもしれないんで。そう、何がきっかけでどう変わるかなって分かんないですもん。なのでまたね、私たちは、まあ、状況変わってきたなって思ったら、またこうやって皆さんの質問に答えていきたいと思います。はい、はい、こうやってね、普段こういう話聞けないって人も少しでもねためになったら嬉しいです。また何か悩んでる方がいたらコメント欄とかにぜひ質問とかを書いてください。みんなで答えましょう。私たちも答えるので。なのでこの動画が良かったらグッドボタンのチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。